ブラックフィンは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻艦名は、漠然と、黒いヒレの魚を意味し、足したような魚の就職語である。アメリカ公文書は、五代湖に生息する、食用魚と記述し、酒か白マス属のブラックフィンシスコが由来であると、示唆している。戦後になって、五代湖のブラックフィンシスコは絶滅したと言われる。 ブラックフィンは1943年6月10日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1944年3月12日にチャールズ・エイ・ロック・ウッド夫人によって命名、浸水し、7月4日に艦長ジョージ・ H ・ライアード・ジュニア少佐の指揮下収益する。その後、9月11日に真珠湾に到着した。9月30日、 ブラックフィンは最初の紹介で南シナ海に向かった。サイパン島を経由したアートショークに入った。11月1日、ブラックフィンは北緯12度57分統計120度12分、北緯12.950度統計120.200度、12.950120.200のミンドロ島北西端、カラビテ山の南西60キロ地点で、 タラカンからマニラに向かっていた M246、船団を発見。ブラックフィンは、両艦霊と共に、これを攻撃。霊が、タンカー第7イマ丸を撃沈したのに続いて、第12雲海丸とカローリン丸の2隻を撃沈した。12月4日、ブラックフィンは60日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島艦長が、ウィリアム・エル・キッチに変わった。 くちくかんしぐれ1945年1月2日、ブラックフィンは2回目の紹介で、南シナ海に向かった。1月24日、ブラックフィンは、北緯06度00分統計103度48分、北緯6.000度統計103.800度、6.000、103.800の、マレー半島東岸、クワンタン沖で非87船団を発見し、了観。 ベスゴと共に、これを攻撃。朝7時4分、ブラックフィンは、駆逐艦シグレに向けて、魚雷を発射。魚雷一本が、シグレの左舷側後部に命中し、シグレは、瞬時に大傾斜、10分後に沈没していった。また、1時間後には、ベスゴが、タンカーワクマ丸を撃破した。2月15日。 ブラックフィンは45日間の行動を終えて、スービック湾ンに帰島した。3月6日、ブラックフィンは3回目の紹介で、南シナ海に向かった。3月28日、ブラックフィンは、北緯12度37分統計109度28分、北緯12.617度統計109.467度、10 12.617109.467のインドシナ半島。 ナトランワン北方で南号作戦最終戦断の日 88J 戦断を発見した。ブラックフィンが戦断を発見した頃、先に B-24 による攻撃が行われており、ブラックフィンは攻撃機会を待った。その時、対26号解剖艦がブラックフィンの戦望鏡を発見し、爆雷攻撃を行った。爆雷は、 ブラックフィンの資金で爆発し、そのショックで魚雷4本が誤作動を起こした。また、景気機器類や指機械もダメージを受け一部区画に浸水が起こった。ダメージの程度は大きく、ブラックフィンは紹介を中止した。4月9日、ブラックフィンは36日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。5月8日、ブラックフィンは4回目の紹介で、 南シナ海及び、タイランド湾方面に向かった。しかし、この頃には、日本の主だった艦船はほとんど姿を消しており、この紹介で戦果を上げることはできなかった。5月21日に、スービック湾に寄港し、補給と整備を行った後出港した。6月9日には、サイパン島に寄港。6月20日、ブラックフィンは31日間の行動を終えて、 真珠湾に帰投した。7月17日、ブラックフィンは5回目の紹介で、東、シナ海及び航海に向かった。戦争が週末を迎えつつあったこの時期、この紹介でも、戦果を上げることはできなかった。ブラックフィンは、救助任務にも従事し、ブラックフィンは紹介中に終戦を迎えた後、61個の、冬嫌いを破壊した。9月5日、 ブラックフィンは37日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。ブラックフィンは、アプラ港で修理と給油を行った後サンディエゴに向かい、同地で第一潜水艦船隊に合流した。その後、ブラックフィンは1948年7月まで、太平洋での任務に就いた。任務の大半はハワイ及び、マリアナ諸島で行われた。 1946年6月から7月にかけては、北極圏での作戦行動に参加。ブラックフィンは1948年7月に、不活性化のためメアアイランド海軍造船所入りし、11月19日に予備役となる。1950年11月から、ブラックフィンは、グッピー回収が行われ、1951年5月15日に、最終駅した。 最終駅後は、太平洋艦隊潜水艦部隊と共に、サンディエゴを拠点として活動し、1954年3月8日に、真珠湾へ転属となる。この配備の間にブラックフィンは1951年12月から1952年6月、1955年1月から6月までの2度の極東巡航を行い、 また沿岸での訓練及び紹介訓練を行った。ブラックフィンは1972年9月15日に退役し、同日除籍された。除籍後は標的艦として使用され、サブシンク X プロジェクトサーバーにおいて1973年5月13日にサンディエゴ沖で海没処分された。ブラックフィンは 第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。また、激沈トン数の合計は4325トンであった。ありがとうございます。